中華料理店ラーメン選手権 in 今治。27軒目は中華飯店悟空からはサドンデスだ。ご紹介いたします。キリンのノンアルコール01です。日本一ノンアルを美味しそうに飲む男。色めっちゃ綺麗やん。いただきます。美味しい。醤油ラーメンやな。そらそやろ、醤油ラーメンなんだよ。麺が少し硬かったけど食べてるうちにちょうどよくなるやつ。日本人好みのすっきりした醤油ラーメンです。味がさっぱりしているので胡椒を入れてみよう。蓋開けるのを難儀してるのを見かねたお姉さんが助けてくれた。おじいちゃんか。美人のお姉さんが映っちゃいました。ごめんなさい。その映っちゃいましたよ、ね、やめてくれる気持ち悪い表示文みたいで。さあ行くぞ。チャーハンもうまいです。それより何より色が綺麗なのと量がちょうどいいです。値段も680円やで。何それ。ああそれそれ。まあしかしなんですな、なんか落語さんみたいになってる。今治が中華料理店が多い多いと思って25軒で終わりは思ったんですけど、出るわ出るわ、また中に3軒ありそうなので、この辺の爪の甘さがこのポテトやね。ここは今治市役所の路地裏で割と美味しそうな店が何軒かありますので、また行ってみたいですけども、ごちそうさまでした。よー、今治恐るべしラーメン選手権
もう少し続きます。チャンネル登録お願いいたします。